本日は7月17日に行われたライジン135フェザー級タイトルマッチ、牛久潤太郎 VS 斉藤豊にて、牛久潤太郎選手が斉藤豊選手のリベンジを許さず3ラウンド判定勝利を収め、それに対して朝倉未来選手が気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。試合は1ラウンド、お互い様子見の間合いで見せ場はなく進むも、2ラウンドに入ると牛久潤太郎選手の左ハイキックが斉藤豊選手の顎先を捉えダウンを奪取。3ラウンドも斉藤豊選手の猛攻に左のカウンターを合わせぐらつかせるなど、終始危なげなく牛久潤太郎選手が試合をコントロールし、ライジンフェザー級タイトルの防衛に成功しております。この牛久潤太郎選手のタイトル防衛に対して、同じくフェザー級トップ戦線に君臨する朝倉未来選手はツイッターにて、牛久、男が簡単に泣くなよと勝利者インタビューにて涙を流す牛久潤太郎選手に対して喝を入れるコメントを残し、さらには、正直なところチャンピオンより俺の方が強いと思うね、でもってチャンピオンより強いのがちらほらいるなとツイートし、フェザー級王者に君臨している牛久潤太郎選手よりも自分の方が強い、さらには牛久潤太郎選手よりも強い選手がちらほらいると、王者に輝く牛久潤太郎選手をぶった切るコメントを残しております。牛久潤太郎タイトル防衛に対してファンの中では、牛久は斉藤に2連勝したし文句つけようがないけど、ここからクレベル・ミクルのどちらかとタイトルマッチが組まれるからな、覚悟しておけ、結果だけ今知ったけど斉藤選手負けちゃったのか、内容見てないけどあの陥落から3連敗で完全にリズム失ったか、そして牛久選手、次はクレベルかミクルか、これに勝てば文句なしの本物、斉藤残念だったけど牛久も実直なキャラで憎めないんだわ、今日のマイクで少し応援してしまう自分がいるんだわ、悲しいな、など様々な意見が飛び交い盛り上がりを見せております。注目の集まるライジンフェザー級の行方はどうなのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。